ねえねえ、ゆうかちゃん、なんて書いたの？内緒。ねえ、教えてよ。葵ちゃんこそ何書いたの？見せて。内緒。なんだ、内緒なんじゃん。カエルくんは？内緒。内緒。私はね、内緒内緒。内緒じゃん。じゃあ、10年後にみんなで見よう。オッケー。じゃあ、見よっか。よし。どうしてどうだ、見してよ。じゃあ、見てよ。走ると危ないよ。10年か。ありがとう。カットです。はい、もう一度いきます。もう一度いきます。よーい。はい、10年か。ありがとう。どうぞどうぞ。あ、頑張るよ。はい、はい、よーい。はい、10年か。ありがとう。カットです。オッケー、オッケーです。そしてオッケーなんで一度昼食挟みます。再開時間また後ほどお知らせします。はい、ちょっと昼食になるんで、はい、全部用意してあるんで、はい、1回の方でお願いします。ありがとうございます。カプセルとか私今あんまないから。あ、本当？あんまよくわかんない。ああ、そうだ。でもね、私が小さい頃は本当にやってたよ、周りの子とかも。ゆうかさん、10年後何やってるんですか？10年後31か。そうですね。私全然わかんなくて。本当？でもこんなお仕事もすごい楽しいけど、うん、アイドルとか。あ、興味ある？興味ありますよ。私も自分がやると思わなかったし、やっぱ夢のある仕事かなって思う。なんか変なこと言ってなかったですか？そう、なんかテレビとか見たりとかするとやっぱね、真似したりとかね、するんですかね。そっか、でも私も小さい頃は結構テレビの真似とかして。あ、やっぱりしますよね。はい、私ぐらいってことですよね、10年後。あ、そうですね。10年後とか考えたりなりますか？でもずっと不安には思います。もう10年後とか全く想像できなくて。結婚願望とかあったりするんですか？結婚いつかしたいなって。あ、本当に。結婚は乗馬も。あ、乗馬。10年後できてたらいいなって。乗馬やってるんですか？はい、大好きで。じゃあ10年経ったら掘り起こそうかね。はい。楓、こっそり掘り起こさないでよ。なんで俺なんだよ。姉ちゃんなんて大したこと書いてないくせに。あ、どうせお嫁さんになりたいとかでしょ。彼氏もいないくせに。あ、なに。ちょっとみんな。ありがとう。あと OK です。続いて中のシーンに移ります。心臓がもう飛び出るぐらい音が怖くて、まず緊急。あ、何も知らなくて、いきなりドーンってなって。なんかそういうタイプじゃないからどうしようって。みんなで手紙書いて埋めようって話になってますよ。え、そうなの？ゆっかーさん、未来の自分に何書きます？未来の自分、なんだろう。でもアイドルは、これめっちゃ美味しいから。ありがとう。食べて。うまそう。これですね。すごい。絵だって食べきれないでしょ。ありがとうございます。イエーイ。でも女子の量じゃないよ。確かに。もう大好き、バラのめっちゃ。待って、え、もしかして何？え、付き合ってんの？めっちゃ優しくない？どうしたらいいんだろうね。怖
告白するの？告白する。どっち向きから行きますか？こっち。普通に多分就職多分3月から就職あ全然そう納得いける日が来るのかな、ね、反省点ばっかりあってきちゃってなんかもっとこうしたいって思っちゃう、まあ、だから多分いさせてくれるまで変に座るかも また来てね。もう家族なんだから。うん。ねえねえ、お姉ちゃん、ゆうかちゃん、遊ぼうよ。はーい。本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。元気ですか？今の私は欅坂46に入って1年5ヶ月経ちました。たくさんの素敵な方々と出会って毎日学ぶことばかりでとっても楽しいです。未来の私はまだ欅坂のメンバーでいますか？それとも違うことをしているのかな？家族そしてメンバーのみんなは元気ですか？この道を選んだことを後悔していませんか？そして今幸せですか？21歳の私は目の前のことに必死だけど未来の私が少しでも成長できているよう精一杯頑張ります。それではまた10年後バイバイ。菅井優香。あ、なんて書いたの？内緒。うん。